アーマン・マヌーキアンはアルメニア系アメリカ人の画家、イラストレーターである。ハワイの情景を描いた。イスタンブールのアルメニア人キリスト教徒の家に生まれた。第一次世界大戦後のトルコでのアルメニア人虐殺を逃れて、16歳の1920年にアメリカ合衆国に移住した。プロビデンスの私立の美術学校、ロードアイランドデザイン学校でイラストレーションを学んだ。 アートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークでも学んだが、1923年にアメリカ海兵隊に招集された。海兵隊では、ホノルルで海兵隊の広報誌を編集し、海兵隊の歴史の著作を行ったことで知られる、マクレラン少佐の事務係に選ばれ、マクレランの業務を手伝った。海兵隊の公式雑誌、レザーネック・マガジンに、マクレランが海兵隊の歴史の記事を連載したとき、 マヌーキアンは、挿絵を描いた。この時描いた挿絵は現在、ホノルル美術館に収蔵されている。1927年に退役したが、そのままハワイに残り、ハワイの新聞、ホノルルスターブレティニア雑誌、パラダイス・オブ・ザ・パシフィックの挿絵を描く仕事をした。1929年に最初の個展を開いた。1931年に、うつ状態となり、 ホノルルで自殺した。亡くなった直後にホノルル美術協会が追悼展が開かれ、2010年から開古展が開かれた。ハワイのご夫婦と表現されたこともあった。ありがとうございます。